これに乗れば余裕あるな。最悪これに乗ってダッシュすれば。時が経つにつれてギリギリの電車を調べ始める。あれ、まだ4分あるな。コーヒーでも飲むか。大急ぎで準備しすぎて時間は余るが、早く出るという選択肢はない。もう出ますよ。待って、ここだけ拭いてから。家を出る直前に限ってやり残したことが気になってくる。遅れそうな時の信号はもはや陸上のスタート。小走りで体力の衰えを痛感。なめるな。地図アプリの徒歩10分は急いでいる自分なら4分でつけるという目安を完璧に把握している。10分遅刻だよ。電車が遅れてさ。2分。ほんのちょっとの電車遅延に全責任を押し付ける。なんとか間に合わせたら他の参加者があっさり遅刻。